続いては大野都市から。福岡を拠点に活動するメインミュージックファクトリーが9月に公演を行うそうです。その公演に向けて大野城マドカピアで公開リハーサルを行いました。9月10日と11日に福岡市で開かれるゴスペルライブ、九州ゴスペルフェスティバル2016 in 博多に向けて公開リハーサルを行ったのは、福岡を拠点に活動するゴスペルサークルメインミュージックファクトリーです。40人の会員が在籍していて、筑紫野市を中心に5カ所に分かれて練習をしています。その中でも精鋭のメンバー30代から70代の女性25人が今回ライブに出場します。メインミュージックファクトリーで講師を務めるのはプロのゴスペル歌手で代表のメイさんです。本場アメリカに留学してゴスペルを学び、帰国してからは芸能事務所や大学で講師を務めています。ライブに出場できるのは数百組の中から選ばれたおよそ30組のグループという狭き門ですが、メインミュージックファクトリーは今回で3年連続の出場となります。嬉しいです。この時を待っていました。3年連続になるんですけれども、メンバーでこの3年連続を果たせるように毎日練習を重ねてきましたので、メンバーも嬉しいですし、私自身もすごく嬉しいです。皆さんすごいもともとお綺麗なんだけど、私はってこうやっぱり日本の良さですごく謙遜されるんですよね。だったりすごくお勉強熱心でお母さんとして最高の方たちが揃ってるんですけど、そういう方たちが私なんかはっておっしゃるんだけど、でも私はそれをなんとかステージでこの皆さんの良さを本当に出したいと思ってて、だからもう遠慮せずにいっぱいもうあなたがね楽しんでるとこを家族の人に見せてあげてね、お客さんに見せてあげてねっていう気持ちで私はそれを盛り上げて、そして皆さんが気持ちよく歌えるようにできたらなと思っています。この日は本番で披露する曲を中心に練習します。もともとは宗教音楽であったゴスペル、表情だけではなく手を叩いたり足を踏み鳴らしたりして歌詞を全身で表現します。この日は本番のライブで全員がのびのびとした歌声を発揮して輝くことができるよう、一つ一つの動きや表情を意識しながらリハーサルを進めます。練習の終盤ではホールに堂々とした迫力ある歌声が響いていました。っていうのはすごく誇らしいことだなと思っております。去年ちょっと失敗したという後悔があるので、今回はみんなでバッチリ決めれるように私たちのいいところを生かしていきたいと思います。まだ全然覚えてもないし歌えてもないのに、先生がステージに立たせてくださって、で皆さんのすごくいい空気とか雰囲気に支えられて頑張るぞっていう気持ちになりました。で間違えでもうそういう恐れずに楽しい気持ちで歌いたいと思います。
ゴスペルフェスティバルの連続出場どうですか？はい、すごく誇らしいです。やっぱり先生がいつもおっしゃってるけれども、女優になりましょうってあるじゃないですか、で舞台に立つと本当に女優になれた気分になるんです。やっぱり一番華やかですからね。それぞれの場所で、皆さん一生懸命やってらっしゃると思いますけれども、なかなかこう一緒にっていうのが難しいので、だから今日の時間大切にしたいと思います。九州ゴスペルフェスティバル2016 in 博多は9月10日と11日 JR 博多駅前広場で開かれるということです。メイミュージックファクトリー、メイさんのオーラがすごくすごいですよね。明るくて太陽のような方 ですよね。はい、私一度普段のサークルの様子を取材したことあるんですけれども、もちろんメンバーの皆さんも明るいんですけど、何よりメイ先生がとっても明るくてユニークな方なので、それでも皆さん盛り上がってる感じでしたね。そうなんですね。9月の声もきっとね成功するでしょうね。さあ続いてはちょっと